言いたいことは今日言っておく文化系トーク YouTube グランパンパースです。今回はね、 BE:FIRST の話ではあるんですけど、実は BE:FIRST だけってことでもないかもしれません。ただ自分としては BE:FIRST がすごい重要なことを担ってくれているなっていうことで、なので BE:FIRST の話として語らせていただくつもりです。まあ普段とちょっと違う感じかなって思われるかもしれませんが、まあ、結構ね、自分としても食らった話って言いますか、改めて日本っていう国の特殊性っていう部分、これは今回に関してはね、音楽で言うとガラパゴス化みたいな感じで言われたりとか、なんかね、そういう風に悪い感じで特殊性っていう言葉使うこと多いですけど、今回に関してはそうではないですね。まあ、ずっと隣の村の祭りに参加してるような気分だった過去っていうね、グランパンパスらしい言葉遣いだなっていうことで自分なりに思ってるんですけど、まあそういうのがあるんですよね、もともと。で、まあ、ヨーロッパ在住の黒人の方の話で気づかされた日本人としての幸福と BE:FIRST のような存在の大事さっていうね、この動画を見てくださる方は日本人以外の方もいらっしゃるかもしれませんけれども、なんていうかナショナリズム的な話じゃなくて、日本っていう国の持っている歴史とか諸々の話っていうところで気づかされた話っていうのがあったんですね。で、直接の知り合いではないです。私もツイッターといいますか X の自爆霊みたいなところがあって、X をね見ているので、一時こうなんていうかあんまりよろしくない投稿がいっぱい散見されるようになってからちょっと離れてはいましたが、まあでも結局のところね、見に行ったりすることは今でも多くて、でそうなってくると今のねイーロン・マスク体制になってからの X でおすすめが結構ね出るようになってきて、そうなってくるとまあそれが賛否両論あるとは思いますけど、私はそれ自体は結構いい感じだなと、いい感じだなと思っています。で、その中でおすすめに出てきた話があってね、自分がだから日本っていうか、日本のグループとかを追ってるからなんですかね、そういう流れで出てきた話があります。で、自分がヒップホップも好きだからっていうところで、Twitter の X の AI がおすすめしたのかなっていうところですね。あ、それとまた関係ない話で、アメリカではツイッターを X と呼んでる人は全然ほとんどいないって話は聞きましたね。まあツイッターはツイッターだろうっていうね。まあそれはいいんですけど。で、ヨーロッパ在住の黒人の方の話っていうのはたまたま流れてきた話で、イギリス在住の方の話だったんですよ。日本人でね。で、バスの中で黒人の年配の杖をついてる方から話しかけられて、それでいろんな話を聞いたっていう、あなたは日本人ですかって話から始まって、で、日本っていう国が羨ましいって話とかもろもろあったみたいです。ヨーロッパ、黒人の方なんで、アメリカもそうですけど、ルーツはアフリカなわけですよ。で、これは本当に日本人の感覚からすると、本当に本質の1割も絶対理解できない話ではあるわけですけど、黒人の方々は、自分たちのルーツがわからないっていうことが多いらしく、つまりヨーロッパに来て、あるいは連れてこられて、それで2世3世4世とどんどん経っていくと、結果その自分の先祖の生まれた場所っていうのが実はわからないっていうことがあるらしいです。例えば自分は母方は熊本で、で父方は千葉なんですよ。でもそういう熊本とか千葉みたいな感じの、それこそそのどこで生まれたかっていうところとか歴史上でそういうのがあるからちゃんとはわからないと。でさらに言うと自分たちのルーツの歴史っていうものもわからない。英語とかスペイン語とかはあるけど、自分たちの本来使ってた言語っていうのはわからない。自分たちが信仰した宗教、キリスト教とかはあるけど本来はわからないって話で、そこで言うと、まあ、宗教の話をいろいろする気はないですけど、で皆さんの宗派とか、まあ、宗派というか無宗教宗派もろもろあると思いますが、日本には神道という、まあ、昔からの宗教があって、でその私たち日本人からするとあまりその宗教観っていうものがあまりない人種ではあるから、それの
ありがたさっていうのは分かんないんですけど、あのその黒人の方、ヨーロッパイギリスの住んでらっしゃる方の話で、あの日本人の方に、あなたたちは自分たちのルーツの宗教を信仰することができるし、その日本にはそれの神殿、まあお寺だったり、あ神社ですね、神社もあるし、お寺は仏教だからインドではあるけど、まあただ仏教もなんやかんやで日本人のルーツではあるかなっていうところにはなってますよね。で、まあ仏教の話はまたちょっとずれてくるので、神道があって、だからそれっていうのは、私たちは当たり前のようにお正月には神社に行って、私もなんていうかなんやかんやで神社仏閣巡り結構好きだったりするので、たまにね、あの散歩に行ってとかやってきますけど、でもそれって実はなんていうのかな、当たり前のことじゃないみたいですね。アメリカとかの話をあって、それはあのまた別個で流れてきたんですけど、アメリカだとその白人の人でも結局自分のルーツは分かんない人が結構多いっていう、3世代4世代経ってくると、つまり移民の国なので、まあヨーロッパ中心にそこから来たりするわけですよ。でも実は自分のルーツ、先祖たどって、じゃあ1000年前何をしてたか、自分たちの先祖がっていうところ、何をしてたか、どこにいたかっていうのは分からないと。まあ1000年前のことを私たち日本人としても結局分かるかどうかっていうと微妙ですけど、ただ自分の先ほど言った通り、私は父方が千葉で母方が熊本っていうところはあって、そこは間違いがないんですよ。そうで、さらに言うと、まああの BE:FIRST のね、動画といいますか、 BE:FIRST で語ってる動画なので、まあ例えばですけど虎に翼ね、見てますし、あれもまあ新しいものといえ歴史の話で、まあ当然そのあれは最近の歴史だからわかるわけですけど、じゃあ1000年前の歴史っていうところで言っても、まあ今2024年で1000年前ですから、鎌倉幕府はできてないけど、ちょうどあれですかね、武士とかが貴族とかの中に出てきて、ちょっとずつ力得てきてとか、そんな時代ですかね。ちょっと詳しくは分かんないですけど、私も歴史は好きですが、まあ戦国時代と幕末ぐらいしか分かんないんで、うん、まあ戦国時代で言っても要するに1500年代、だいぶ昔ですけど、その1500年代のこととかある程度わかるわけですよね。当然その信長だったりとか秀吉とか家康とかのそういった諸々ゆかりのあるお寺だったり、そういうね、関ヶ原の場所も残ってますし、でもこれって実は当たり前のことじゃないんですよね。うん。だからそういったものがちゃんとわかるっていうことは、日本人っていうのはすごい幸福なんだなっていうところではあるわけ。でもやっぱり日本人はあの若者の幸福度っていうのは一番低いぐらいな感じになっていて、なんか不思議なところではありますね。もちろんね、それルーツがわかるからとか、そんなことが幸福につながるかっていうとそうじゃないんだけど、ロジックとしてというか、立場として実はあの特殊と言いますか、当たり前のことじゃないんだなっていうところを改めて思ったんですね。はい。でこれが BE:FIRST のような存在の大事さっていうところで、何につながってくるかっていうところと、あと隣の村にの祭りに参加しているような気分だった過去みたいな話をしているのは、あの音楽に関して、あの私は昔ヘビーメタルが好きで、でレゲエやヒップホップにハマってみたいな感じで、まあ、洋楽主に聴いてました。でもね、ヘビーメタルに関しても、まあ、当然ラウドネスとかね、いますけど、陰陽座とかね、基本的には、まあ、ヘビーメタルはアメリカとあとヨーロッパが強いですね。で結局ルーツミュージック、あのルーツミュージックではないんですよ、あの自分たちの日本人の当たり前ですけどね。ヒップホップもそうですけど、うん、でもあの最近だと K-POP ですかね。私は K-POP も好きだし聞いてますけど、やっぱりその隣の村の祭りに参加してる感じで、当然祭りは楽しいんですけど、なんかこれ自分の住んでる場所の祭りじゃないなみたいな感じでずっと思ってた。でも J-POP っていうものがそんなにいいって思えなかった時期も長くて、まあ、それはね、 BE:FIRST お寺皆さんならなんとなくね、分かってらっしゃると思うけど、どうしても J-POP っていうものはあの一定の忖度っていうものが おそらくはあったわけで、その中で結局オリコンチャートなんかも本当に一部のグループだけがずっとチャートを席巻していて、
なんだこれっていうのありますよ。詳しく言うとね、2010年代とかかな、2005年から2012、3年ぐらいまでのチャートかな、前調べたことあるんですけど、見てるとなんかすごいっすよ何がすごいか言わないけど、なんだこれって思いましたよ。あ、そのそこに載ってる、そこにいるアーティストさんがどうかって話じゃなくて、日本の音楽業界マジで終わってるなって思いましたよ。うん、でルーツっていうか、その段階で本当に終わってた可能性あるんですよね。 K-POP がね、まあ、2010年の話したから、だんだん K-POP がどんどん世に出てくる感じで、でそれこそヒットチャートも、まあ、あの K-POP とかがほとんどだったりとか、そんな時期、あとはその一部の大手事務所のグループ、日本のね、っていう感じで、うん、でもそれでもしかしたら自分たちのルーツ、音楽っていう部分に関するルーツっていうものが分かんなくなっちゃってた可能性があると。まあそれ言ったら、あの J-POP じゃなくて演歌とか歌謡曲になるんだけど、でもまあ進化の段階でいろんなものを、さっき仏教の話もしましたけど、結果的にその受け入れられていた中で、そういう風にいろいろと変わってくるっていうのがあるので、 J-POP っていうものはやっぱり日本の文化に変わっていったと思うんですよね。まあ、K-POP もね、アメリカの音楽とかもろもろ受けて、影響を受けて、 J-POP もそうだけど、まあそれ言ったらね、あの結局あの邦楽、日本の今のヒット曲はアメリカの音楽の影響を受けてないわけはないので、まあでもその歴史の話と音楽の話だとまたベクトルが変わってくるので、音楽っていう部分で言うと J-POP の話で、その J-POP がルーツだとしたってか、っていう話の中で失われていた可能性があると。でその中で BE:FIRST っていう存在が出てきて、であの K-POP ばかり聞いていた私がいきなりガラッと BE:FIRST を押すっていう風に変化したわけですけど、実は結構な自分の中での変化でした。当時結構驚かれましたよ。あの今私の動画聞いてくださる方、見てくださる方は、あのおそらくはあれですけど、多分結構びっくりされました、はい、J-POP の人でしたっけみたいな、まあ、J-POP の人も何もただのファンなんだけどね、まあ、K-POP も好きだしそこの部分はあるんですけど、ただ K-POP を取り扱う方はたくさんいて、その方たちの動画もよく見てました。今もたまに見てます。ただやっぱりK-POP は好きなんですけど、私もただ来賛しすぎてる、褒めすぎてるっていう部分がなんかちょっとなって思ってた。それはその自分の村の祭りの神輿よりも隣の村の祭りの神輿の方がこっちの方があのかっこよくてあの綺麗だねみたいな、そんなことはないぞ、うちの村の神輿だって綺麗だぞっていうね、そういうところを多分思ってたんだと思います。はい、まあだからね、そういうことですよ。どっちがあの上か下かって話じゃなくて、そっちもいいけどこっちもいいし、こっちをわざわざ落とす必要あるかっていう、そういう感じの反発心はありましたかね。うん、まあ、その流れもあって、でいろいろこのね、黒人の方の話聞いて思ったことがあって、自分がそのヘビーメタル一回離れてヒップホップに傾倒していったところっていうのも、なんかどうしてもなんかあのヘビーメタルの当時のファンも日本のバンドがダメみたいな形の話をずっとしてて、なんかちょっと嫌だなって思ってたんですよね。だからその時は本当に分かりやすくヘビーメタルに反発心を持ってしまって、でさらにその反発心から、ヘビーメタルって白人の音楽なんですよ基本的には。うん、まあ、ちょっと今断定表現良くないかもしれないけど、でも黒人の音楽のヒップホップに傾倒した部分もあったし、そこからまああのヒップホップはルーツとしては黒人のものだけど、ただおそらくは自分たちのルーツっていうものを自分たちで作り上げたっていうところの歴史的な意味合いでも、多分そういうのは意味があるんじゃないかなって気がしております、ヒップホップっていうもの音楽に関してね。はい、でまあそこから派生して日本のヒップホップ聞くようになったと。でヒップホップっていうのはルーツは黒人だけど、それはあのまあこれはとあるラッパーが言ってた話で、それぞれの国のやり方でそれに落とし込んだ方がいいと。あのジブラっていうラッパーが英語でとあの最初ラップをアメリカに行ってやってて、あのなんでお前らは日本人なのにあの自分の国の言葉でラップしねえのって言われたっていう、それでハッと気づいてジブラが日本語でやったみたいな、今は普通ですけど、当時は日本語でラップするなんてのは普通じゃなかったんですよ。まあそんな感じの時代もあったというね。はい、まあそういう話の中で、で
やっぱり今っていうのは日本語のラップもクリーピーナッツのブリンバンバンボーンがビルボードにも入ったり、エイウィッチがねナンバーアイとかと一緒にこちらに出たり、うん、それからあのラップの要素が強い BE:FIRST、 もちろんナンバーアイもそうだし、それが普通にヒットチャートに出てくるようになって、でさらに今マスタープランの桜画像にありますけど、日本っぽさっていうものもどんどん出して OK な時代になってきた。これは本当にどうだ俺らの祭りの神輿すげえだろうっていう感じにちょっとなってきて、本当に最近すごくそこの部分が自分の中で腑に落ちたっていうか、この祭りは俺の村の祭りだぜって思うようになりました。はい、だからその部分で誇りっていう部分が日本人にもあれば、今は生活ももろもろ苦しいですけど、そこからまた立ち上がっていくっていう原動力になりやすい気がする。立ち上がっていくときに、まあ英語や韓国語が私は分かんないので、どうしてもあの洋楽やあの K-POP の楽曲を聴いて、それでこう自分をこう奮起させて立ち上がっていくっていうのがなかなかできなかった。うん、でも例えばですけど、ちょっとあの今あの頑張んなきゃなっていう時とか、笑顔がないなっていう時にスマイルアゲインを聴いたりとか、あのそれからまあ例えばメインストリームっていう楽曲を聴いて、あの立ち位置として BE:FIRST がメインストリームになってきたから、ベスティもしっかりしていくぜっていう、そういう気分高揚のためのメインストリームでもあるし、あとはブンブンバックを聴いて若かりし頃の自分を思い出したりなんかするとか、そういうの英語とか韓国語の歌詞ではそれはできないんで、まあ分かる人はねそれでもできると思うんですけど、英語とかね、そう、まあそこの部分ですね。だからやはりね、その自分たちに誇りを持つっていう部分で、まあ、日本人の話にはなりますけど、 BE:FIRST のような存在大事だし、でこのタイミングで、まあ、皆さんベスティの皆さんには関係ないけれども、私の元々の好きな音楽ヘビーメタルっていう音楽に関しても、日本のベビーメタルっていうグループが本当にここから10年のヘビーメタルを担っていくみたいな感じの立ち位置になっていると、あ、日本人であの本当にそういう感じにやってくれる人たちがマジでいるのかっていうね、うん、だから最近というか、いきなりベビーメタルの話とかを動画で語り始めて、グランパンパスどうしたんだろうと思った人もいらっしゃるかもしれないですけど、あの日本人でそういう風にやってくれてる人たちが、でしかも世界に行くっていう意味合いで BE:FIRST もいますけど、彼女たちはもうすでに世界に行ってますんで、そう、そこの部分でもね、ルーツとしてそのロールモデルとして、例えばその BTS なんかをね、 BE:FIRST はあの特に初期はね、初期はやはりあの BTS でありあのファンダムのアーミーさんを参考にしたりしたところ多かったけど、そこの参考もしつつで、世界に日本人の立場で行くってなった時にベビーメタルさんの方って参考にすごいできるだろうなっていうところも含め、で自分の好きなヘビーメタルっていうところをさらにそれをどんどんでかくしてくれている存在でもあるっていうことで、そうだからね、これの2日後にこの動画撮ってる2日後にベビーメタルのフェス行きますからね、とりあえずあのフェスに行きたがる人間っていうところで、うん、堂本剛くんのフェスもねすぐに行ったりなんかしたけど、フェス好きでね本当に、うん、もうしょうがないよね、お金かかってしょうがないんだよはい、まあそういうことですね。まあそれこそ分かりやすく祭りですから、フェスっていうのはね。でその祭りの中で日本人がね、結構いっぱい出てる祭りっていう意味合いで、うん、そういう方、まあサマソニックとか外国人が多いやつもそうだし、それにコーチラとかはぜひね、BE:FIRST も出てほしいけどね、うん、海外のフェスもぜひ出てほしいけど、でもなんか本当に BE:FIRST のような存在って書いてありますけど、主に BE:FIRST で、ベビーメタルもそうだし、ナンバーアイもそうですね、でクリーピーナッツとか、まあそれからキャリーさんとかね、あのパフュームさんとかね、あとアニソン界隈の皆さんとか、まあとにかくそういう感じで日本のカルチャー、あと新しい学校のリーダーズさんとかね、日本の楽曲も本当にどんどん世界で聴かれるようになっていってると思うし、まあ、K-POP に対抗するっていうことじゃないのでそれではありませんが、まあ日本の良さっていうものもあるし、そこの部分がやはりこう意識できるようになってきたなって気がして、だからそのルーツっていう部分、そのルーツっていう部分がやはり BE:FIRST な存在でちゃんとあの語れるなっていうところはあるなって気がしています。はい、そうだからなんか日本人としての幸福って話からね、 BE:FIRST っていう日本出身のグループを推せる幸福みたいなところ、そういったところをすごい思ったので、
はい、いろいろと語らせていただきました。まとまったんだかまとまってないんだかわかんないですけど、ただ本当にそのヨーロッパ在住の黒人の方の話で、全然その BE:FIRST とか音楽の話じゃないし、それこそ神道だったりとか歴史とかの話とかルーツの話、自分たちの土の話だったりするんだけど、そこからすぐに BE:FIRST を思い浮かべたんで、私はなんかつながるところあるんじゃないかなと思ったりはしたんでね。はい、まあちょっと取り留めない話になっちゃった気もしますけれども、まあちょっと雑談として聞いていただきました。はい、というわけでやっぱいろいろとね、違う界隈の話とか聞いてみると発見することってありますね。あとやっぱ日本人として普段意識はしないけど、そのルーツとかそういう歴史とか、まあこれはちょっとまた別個だけど宗教とかも含めて、やっぱり日本っていう国に住んでるっていうことは、いろいろ不満はもちろんたくさんあるんだけど、でも総じて考えて幸福なんだろうなっていうところは改めて発見することになりましたね。BE:FIRST もいるしねそこに結局帰着するっていうか、はい、ってことでございます。はい、というわけで、まあ私たちの祭りの神輿もかっけえだろっていう形の話でございましたはい、ではこの辺で失礼いたします。言いたいことは今日言っておく、マシカドの語り部グランパンパースでした。ここまで見ていただきまして、あるいは聞いていただきましてありがとうございます。皆様のおかげさまを用いまして、登録者数私2万人を達成いたしました。ありがとうございます。本当に助かっております。ボーイズグループを日本から世界にっていう形で BE:FIRST を中心に語らせていただいております。もともとはこだわりは持っていなかったんですが、新しい方も結構来てくださるというところで、登録者数が分かりやすく信頼につながるというのが人間ですので、数字で判断するというのがありまして、なのでこだわって今増やさせてもらっています。はい、 YouTube 登録は全部無料ですし、もし皆さんが登録しても通知とかは来ませんし、変なサイトにも誘導されません。そして私の動画が合わないと思って解除される場合も、私に一切通知は来ませんので、安心して登録していただければと思っております。3万人目指していきますので、まだ登録していない方はもしよかったら登録していただければと思います。一度解除した方でも、もう一回登録してやろうかなって思ったら登録していただけるととても嬉しいです。そしてもう登録してくださっている方はありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。では引き続き精進してまいりますので、よろしくお願いいたします。それでは失礼します。